はい、皆さんこんにちは、月です。今日もご視聴くださいまして本当にありがとうございます。ちょっと草にちょっとピントを当ててきたので、すいません、姿勢がおかしいですけど、今日はですね、こちら洗濯物干し場のとこの下、この草取りをしようかと思います。まあ、まだ8、7時過ぎぐらいかな。もうそこまでも日向が迫ってきてますので、もう取れる範囲でいきます。で、除草剤をまこうと思ったんですけど、結構伸びちゃってるので、巻いた後にですね、茶色いのがこう広がるじゃないですか。あれがちょっと嫌で、洗濯物のところだけは前までは巻いてたんですが、まあ、ちょっと今日は手で取ってみようかなと思ってやってきました。あら、きのこさん、どこ遊んできたですか。ということで今日は草取りです。もう行けるとこまででやりたいと思います。かなりゆるゆるとした動画になると思いますが、よかったらお付き合いくださいということで頑張ります。
来ました。ちょうど朝の時に、ね、最初に始めたところが日が差してるので、あ、影の中で終わらせられました。どげんでしょうか。すっきりしてきたんじゃないですか。こんぐらいならね、あの布団とかね、あと大物干してもこう草が当たったりっていうことはないと思うので十分。あ、すごいすっきりしたね。ら気持ちいい、気持ちいいね。どのこっちゃっけん、もうこの辺はね、手前の方が硬かったです。あとね、これわかるかな、この糊みたいなやつ、これ今乾燥してるとこういう薄っぺらいわかめみたいなね、な感じですけど、これ水に濡れるとブヨンブヨンしてめっちゃ滑るんですよ。でめちゃなんかね、見た目もめちゃくちゃ悪くて、でどんどん増えるんですよね。これなんかもうちょっと破片が残っとれば、なんか一時こうやって乾燥状態になってたとしても、あの水さえ戻ればもうブヨブヨって思ってどん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 分裂していくみたいな。だから、ね、ここ一回あのこのワカメみたいなやつがね、繁殖状態です。だからあの梅雨の時期ぬるぬるして滑ったりとか、もう本当最悪でした。
なんかまたね、これ今休眠状態になってるだけなので、また雨が降ればまたブヨブヨになります。だからこっちの方はね、土をちょっと落とさずに、根っこに根っこ引っ張ると根っこにこうやってひっついてきてたから、これごと一緒に取りました。最初のうちはね、ないところもあったので、そこは土をこう落としながらやってったんですけど、これがちょっとね増えると困りますね。まあまあめっちゃ綺麗になったからいいでしょ。なんで草はこんな一輪車山盛りいっぱいになりました。オッケーオッケー。これで安心して洗濯物干せる。はい、ちょっと待って、今日は、洗濯物干しエリアの草取りでしたね。影のうちに始めはしましたけれども、子供たちもあっという間におらんごになって日もさしてきて、やっぱちょっとこう体感の気温としては、ね、少し上がってきたかなっていう感じがします。まあ、でもまだね、影のところならなんとか涼しく作業できたのでよかったです。というかで、今日は草刈りでした。地味な作業でしたが、最後までお付き合いありがとうございました。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。